ざいます。はい、おはようございます。今から朝飯作っていきます。はい、牛乳。食べていきます。いつもこうやって食べてます。最高です。おはようございます。おはよう。ルイちゃんの朝飯です。チョコパンです。だいたいいつもパン3枚ですけど、今日は同じくもないです。ちょっと気分で変えてます。いつもだいたいチョコパンです、彼は。それで英語の勉強をしてます。はーい。ます。いつもは僕もやってるんですけど、今動画撮ってるんで、今はできないです。あ、食べ終わりました。今からシャワー浴びて歯磨きしていきます。今歯磨きします。大体この時間に音楽聴くんですけど、今携帯で撮影してるんで音楽は聴けません。ちょっとそれ残念ですね。いつもルーティン崩れました。いつも、これ読んでます。最近は朝とかこの気持ちいいんで、アマン電気、これは僕のおばさんがくれたんですけど、アマンっていうあのホテルについて書かれています。本も読み終わって、読み終わってはないんですけど、今からこれ鍵です。部屋の鍵持って、あとマスクは持たないと外出れないので持って、今から走っていきます。ここまだ敷地内なんですけど、クリ君がいました、チームメイトの。はい、今ランニング終わりました。約7キロぐらいですかね、7キロ、8キロ、まあ 10弱で走ってきました。今からシャワー浴びて、またご飯食べて、ちょっと風呂入ってきます。はい、今風呂を浴びて、これからご飯を作っていきたいと思います。料理で一番大事なのは準備が一番大事だと思ってます。僕は最近この卵を一気に買ってます。3つ使います。まず卵3つ、そしたらこれはいりません。これですね、2房、これはまたしまいます。はい、 OK です。ソーリンさんはで、ここから卵割ります。はい、なんか入りましたね。なんだろう、これ変なやつ入ってる。で、この間でパン焼いていきます。ほうれん草入れます。はい、チーズ入れます。かけます。パン2枚焼いたんで置いておきます。 OK、 完成です。今から食べます。もう毎回これ食ってるんで、もう結構これ作るのは簡単になりました。いきます。うまい、トパンで、
My recent favorite juice is drink Mountain Dew。 私の最近のおすすめのドリンクです、これは。いただきます。うまっ。炭酸ジュースなんですけど、あんまり炭酸強くないんで僕は好きです。はーい、僕がご飯食べてる間から2人でサッカー動画見てます。ちなみにこれ、ドイちゃんは裸です。鎌田さんは見てるふりして何にも実は見てないですボケーっとしてるだけですどこだよ。だいたい僕らいつも上裸です。めっちゃマヨネーズ。これ隠し味ですか。これちょっと卵をふわっとさせて、はい、バターで風味付け入れます。ちょっとカロリーとか多くなっちゃうんじゃないですか。ああ、脂質が多くなっちゃう気がするんですけど。今脂質取ってんだよ。あ、やってるんですか、脂質取りは。知らないの。あ、知らなかった、すいません。脂質取りだから。脂質取りこちら、蒲田式味噌汁です。いつも味噌汁作ってます。僕たちに分けてくれてます。豆乳、ここでこうして、はい、いいですね、今のところいいですよ。チーズも入れて、はい、いいですね、今のところいいですよ、すごい。ちょっとくっついてますね。おお、大丈夫ですよ、ここから形修正できますから。そうですね、ここから完成です。梅干しと、はい、はい、お願いします。まずは味噌汁から。いただきます。うん、美味しいですか。うまそうです、うん、そしてこれです。いきますね。はい、じゃーん、すごいオムレツ、うまそう。いただきます。うん、うまい。最高です、ご飯と。この部屋で一番料理がうまい、ひろよし選手でした。ご飯食べたりした後はネットフリックスをリビングで見たりしてます。今はトラビス・スコットっていうラッパーの映像を見てます。あと最近のおすすめはマイケル・ジョーダンのやつと、あとはまあ鬼滅の刃とか、あとアニメ銀魂とかも見たり、あとなんだろうな、いいのは、まあけどこの絵を、まあ、時間限り見たりしてます。はい、じゃあ見てます。だから、クラブから米、お米もらえるのでお米もらいに行ってきます。1ヶ月間ぐらい伸びちゃったんで映ってます。今から取り行きます。えぐいっす、米持ってます、みんなで運んでます。えぐいっす、見てくださいこれ、えぐいでしょこれは汗見てくださいよこれ、えぐいっすよこれもうマジ米重すぎっす。こいつ右かな。いや、誰がディフェンスできるかって言ったら、あ、こいつこうして、この3バック結構面白いですね。バズも長、うまいですね。セブンアップもあんま好きじゃないですね。好きならやっぱこれっす、これでいきます。まあ最近こういう遊びしてます。3食目ですか本日。食べていきます。まず洗います、ブロッコリーを。ブロッコリーはビタミン B ですかね、ビタミン B 群だったからすごい入ってて、タンパク質と一緒に摂るんだったらすると筋肉に変えてくれるっていう結構いい食材です。今日はあんまり炭水化物だけなんですけど、昼ご飯というか入れてレンジでチンします。多いな。僕の大好きなバターを使います。けどこれ一番楽だった。そうだ、まずは火つけない方がいい。はい、ニンニク、これニンニクです。ざっとこんなもん、ざっとこんな感じ。
はい、と。先生、マヨネーズ入れます。あ、ミスった。あ、ミスった。まあいいや、ゲルみたいになりましたけど、マヨネーズが大事です。スピードが命ですからね、こういう料理は。これもうちょっといい。チーズ、チーズ入れます。はい、今から盛り付けしていきます。いい感じの、はい、盛り付け大事ですからね、料理で。やっぱ見た目も大事にしていきたいです、僕は。はい、できました。はーい、ミッキーマウス、ガーリックピラフ、いや、ガーリックライスから食べていきます。はい、この特製ピラフ食べていきます。ピラフじゃない、ガーリックライス。マジうま、やばい。こっちで、こっちでやめようや。マジうまい。で、これ最高っすよ。映像とか見ながら食べるんですよ。もうこれもうフェイバリットシチュエーションですね。はい、じゃあまたこれ見て、あの飯食って片付けて、で午後ずっとって感じですね。はい。 What kind of do you like music?Oh, love song? Oh, yes. Who like? Ed Sheeran songs. Ed Sheeran's? Yes, Ed Sheeran's songs. Ed Sheeran's? I don't know. Ed Sheeran! Ah, yes, yes, yes. Yes, yes, Yes. Yes, yes, yes. Ah, Ed Sheeran. I know, I know, I know. Maybe Japanese popular. Yes. Yes, very popular. Red Horse. Oh. Yeah. I see for first time. For the first time. Yes. Very good? Yes, of course. That's good. Yes, next to get a drink? Of course. Yeah. Promise, okay? you, every day, together, okay? Yes, okay, you, every day same. But, you, Philippines, in Singapore. Every day, you, maybe you liar. Why? Every day, good smile. Okay. You, every day. Yeah. But,I'm real. But you fake. Why fake? too smart. too smart. you. Okay. every day. Yes. コロナ食べます。英語の勉強終わったんで疲れてるんでバナナ食べます。最高でーす。はい、終わりました。動いたんでこの後シャワー入って、いつもだったらこの後に、友達と
動画を撮ったりするんですけど、今日は動画がもう撮ったんでやめます。それではまた。はい、今から夕飯作ります。はい、行きます。シャモとこれ軽くシャモ焼くだけなんで、これあと入れるだけです。で出ていきたいと思います。今日はそれぐらいです。夕飯はまああと今の残りのブロッコリーがありました。もう1個使います。ほうれん草もちょっと使おうかな。うまそう。できました。今日の夕飯彩り良すぎ。いただきます。まず明太子ご飯、これはもう絶対にうまい。はい、最高。はい、ヒロからもらった釜汁、マジマジ、これ失格です。今日彩り良すぎた、マジ。まあ何も味付けてないんですけど、これうん、おいしそう。シャモいきたいと思います。シャモ、これお酢で、お餅じゃないらしいんですけど、おいしいやん。うまっ。こっち家からあんまり魚食べれないんですよ。あ、めちゃくちゃうまい。うわ、おにやば。次これコーン、ね、いいね、マジでいい。なんていうかちょっと塩が足りない感じ、また俺っぽいな。じゃあまた食べたらなんかした動画いきます。見てください。はい、飯終わって、いつも僕たち洗い物をやるときにトランプでやってるんですよ。なんでこれからちょっとトランプで決めていきたいと思います。意気込みは、まあ僕は絶対負けれないです。いや、まあ勝つな普通に、うん、絶対勝ちます。ちなみに今日の洗い物の量はすごい多いです。これです。負けた人これ全部やります。終わり。終わりです。うわマジか。砂洗、勝ちました。ヒロの救急車の判断が負けました。負けた。いや、8持ってたからね。でもはい、今こんな感じ、いつもこんな感じです。トランプ負けた雑魚です。頑張れ。今一発で成功しました。一発成功あるか。風呂から上がりました。サッカーして疲れましたね。今日はまあもう寝ますかね。明日が筋トレなんで頑張ります。それでは皆さんおやすみなさい。寝る前のストレッチをしてから寝ます。ストレッチ終わりました。
今日はとってもいい日で、死ねるぐらいいい日だったんで、明日もより良い日にしていきます。おやすみなさい。